どうしたんだアルミ、しっかりしろよ。おいアルミ、おいアルミ、おい目覚めたか、大丈夫か、怪我はねえのか。行くぞ、怪我はない。二人とも無事か。ああ、とにかく移動するぞ。おいおい、しっかりしろよ。なんで一人だけなんだよ。なんかお前の体ぬめっとしてるしよ。ああ、この絵アクサだ、しまえ。おい落ち着けアルミ。うるせえだ、アルミは何も言ってねえだろ。とにかくこのままじゃいけねえ。立てるかアルミ。ごめん、迷惑かけた。声と交流する。おい、アルミ！距離が変えて飛び回るなんて。行くぞ。ダメだ。よしてくれ。友達を死なせてしまった。待って。聞いてくれ。提案があるんだ。提案？失敗したら笑い者だな。でも成功したらみんなが助かるよ。わかった、わかったよ。なんでアルミンだけ無事なんだよ。エレンたちも報われないな。なあクソ女、二度と喋れねえようにしてやろうか。あぶねえ、もうこれだ。やったぞ、ギリギリついた。やったぞアルミン、お前の作戦は成功だ。みんな、巨人が憎くてしょうがなかったんだろうな。うん、でもこれじゃ巨人に手を貸したようなもんだよ。その人の復讐心は満たされたかもしれないけど、人類にとっては打撃だ。俺はバカだからな、わかる気がする。巨人を見る前は俺本気で調査兵団になるつもりだったんだぜ。前からそのつもりではあったんだけど。マジかよアルミン、お前まで。クリスタの言う通りだぜアルミン。俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。俺はまだ信じられねえからよ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて、奴らの口から直接聞くまでは。あぶねえ、もう少し遅かったら俺たちどうなってたんだ。どうしてエルヴィン団長はこのことを。おい、エレンたちだ。サシャ、コニー、煙に隠れながら戦うんだ。こうしました、アルミンも無事です。アルミン、火がもう沈んでよ。早よセット。そんな、アルミン、まただ。みんな！確かに今はヒーズルからの回答を待つしかないからな。僕から手を出して殴り返された。は？一番大事だったはずの二人を意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。なんだ？始まったんだ、巨人たちが。